森のボッシボー3人組、森のボッシボーズスタート。まあ、ボッシボーやからまあボス戦なんちゃうかな。だからアイテムから入っていきたいが、おっとこれは無理やな。自首するわ。自ら当たるしかない。子猫もそれ自首した方がいいんじゃない。一回無理やろ。あ、コーンあんのかい。それはあなた話が違うな。みんなびっくりやろ。あ、コーンあったんかいってなってるやんな。ほい、滑空でかわして、あれ、これあれやな、あ、コーンあるってことはボス戦無視できるかな。猿くね、上から飛び越えてみたいな。うわー、それやと負けやな。やばい、自首しただけになっちゃう。これやと、はい、下から潜っていって、さあ、おいで、あ、おいで、中間バス戦か、バス戦かな、なんやこれ。あー、これは、ん、あら、いや、結局鍵じゃない多分。そういうことやと思うな。いろんなルートから鍵取ってってことやんな。この扉なんやろ。鍵、うわ、バス戦来た。なにこれ、イカちゃんとのボス戦始まってんけど。あかん、閉じ込められてイカに料理されてんねんけど。なにこれ、さすがにひどいやろ。あ、でもとどめは刺されへんねや。逆に中間から入れ直したいからとどめさせてほしいねんけど。おっしゃ、ピーツイチ入ってる。いくわ、チャンス、これいったんちゃう。解散したぞ。出れたら勝てる。逃げろ逃げろ。あー、オフがあるから無理や。マリオに待たれてる。マリオ待ての実況プレイヤー。誰かピースチ押してる間に開通した。カッコン、オッケー、ワイ返して、カツライデポイ。オッケー、どうかゴールかな。うわー、トゥイッチか、まずい。上から脱出を試みたいな、これ。上から脱出を試みます。無理か、なかなか試みられない。で、ピースチ切れる。切れるタイミングでちゃんと、いっといた方がいい。オッケー、ゴールイン。さあ、オイとマリオ。あー、各自沈んでそうやな。沈んだけど、助け船出ましたね。タトー、タトー、スタート行きましょうか。ピンポンパン。さあ、みんななかなか入れないかと言ったところですが、おーっと、ルイ気絶、ルイ気絶、協力しましょう。出ましたね。さすがにでも協力できないよ、みんなでバトルやからね。かわいそうやけどね、参加せずに気絶っていうのはもうむしゃくしゃする思いでしょうね。さあ、これ決めば肩を取るからね。俺、さあ、シューズナイプの肩、待て待て、クラウが抜かせるぞ。うー、クラウか、あ、ずれた。あかん、あかんやろ、さすがに取ったら。オッケー、無償降臨、よっしゃー、はなちゃん怒らせないで降臨。4の2バットのジャング、4の2バットジャング、カッコンスタートしました。スフリオスタートせずの実況プレイ。4の2やね。おーって、青いと生ずれていって、あまりよ大丈夫かっていう形。はい、4の2ね。これね、あのスーパーマリオ35っていうのでやったことあるような、それを覚えてるけど、どんなんかちょっと概要忘れて。マリオ危ない。あー、パックン直撃やんな。で、こっから協力しましょうって、今ので協力しましょうとか、どの口が言うとんねんって感じやんな。パックンもう目の前見えてたのに突っ込んでいった人物やからさ、そんな人物に協力しましょうって言われても説得力がないよな、あまりにも。いったか、オッケー、パックン警戒しててよかった。で、これで何、これ4の2って書いてあるのに。オッケー、なんか出た。一体何か、ゴールインです。リンクチャリー、リンクチャリーですね。スタート。さあ、これは赤コイン5枚の条件選びみたいなもんですよね。赤コイン集めない。おっと、生ゴール、え、リンク取って帰ってくれば勝ちじゃない、関係ないやん。もしくはあれかな、関係あるよな、さすがに。関係ないやん。え、無事帰ってきたら勝ちやで。マリオでもそれ帰られへんぐらい土管上やから。それ無理として、なんか別の方法があるはず。うわー、やばい、これ靴の脱ぎ捨てで勝てる。やばい、リンク、俺これ欲しい。靴の脱ぎ捨てで戻ってくれば勝ちじゃない。まずい可能性が出てきたな。かなりまずい可能性できてるよな。感づかれる可能性が出てきた。畑もさなあかん。あ、やばい、破壊された、リンク破壊された。しばくぞ。おい、そんなんで勝てると思うなよ、この猫。絶対許さんもん。名前覚えといたろ、僕の手で遊んでねやって。なめんなよお前、絶対負けへんからな。そんなリンク破壊するような意味のわからん人物絶対許さん。終わりじゃん。畑落とすぞ、来いや、おら来い、おら畑落としたるわと見せてくれても、こっち行くわ。もうこっちにもリンクあるかもしれんしな。リンクあるかも。あった、勝ったでしょこれ、さすがに。よし、この靴で持ち帰れば勝ちやから。よしよしよし、マリオ邪魔しようとしてる。俺を、オレオの邪魔をしようとしているね。ただ、オレオを舐めんなよ。あれ、最悪や！身長差を書いた。ただ、まあまあ、いけるわ。もし、子猫なんか破壊して遊んどる。よし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 。子猫よ、裏からいけることご存知じゃないみたいやね。
楽しみやな、君の表情を見れるのが、俺がゴールした後に。よしよしよし、慎重に行こう。オッケー、これね、乗り捨てて戻れば勝ちなんでね。もうコース関係ない、赤コイン関係ないんで。やっふーって行くぞ。せーの。よっしゃ、よし、すれ違い通信。で、ここに入れば、いよいよ良いお年をなんですね、子猫。どのような表情、言うたるわ。こっち来てくださいってね。子猫。どうでっか。表情。黙秘を貫くつもりか、まさか。プロジェクト939。さあ行きましょうかー。スタート。プロジェクティングメンバーゴール来い。生ゴールの可能性。いかがでしょうか。なんだこれは。隠しブロック。違う。様子が変。一旦戻れるようになってんだ。でも、キノコだって戻るんじゃん。あの、食らってもだ、最悪や。何？キノコ必須じゃん。おかしくない？様子が。はい、裏面やね、これ。合ってる合ってる、これ無限ループしてるように見せかけてるわ。ほら、無限ループしてないよ、こう見えて。ふっ。マリオに行かれる。やばい！どうか、うわ、食らわなあかんのかい。じゃ、キノコいらんやないか。スイッチ！ナイススイッチ？さあ、どうか？マリオ行くんか？気絶するんか？気絶そうやな。ふっ、プリッと行っといて。先行こう、先行こう。やばい！危ない！うわーっと見せかけてまだなんですけどね。ヘルメット俺も欲しいな。ヘルメットください。ファイヤー、まあ、ファイヤーもらうか。ヘルメットも欲しいけどな。ファイヤー。ファイヤーで倒したらよくねも。普通に。マリオなんか、あんまり、コール投げ出そうやな。ほら、マリオコール投げ出そう。ヘルメット。ゴー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 ファイヤー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 ってことはどうか。いけ、誰やろ、青い人か。確かに早くちっちゃくなった方がいいかもな。よいしょ、早くちっちゃくなった方がいい。あんまり大きいとはきつい。よし、ちっちゃくなれた、でかい。それ気絶させるかもされるからね、甲羅で。それは怖い。さあ、子猫来い。これ、これるか。ヘルメットかぶった。それ強い状態。ヘルメット小さいが一番強いもんな。オープン。オープン。俺やぞ。さすがに俺。なんでやねん。邪魔すんなって。中間あったよな。おっ。急ごう。やばい、フリオ行くわ。マジか。悔しい。スーパーメイリオ。スーパーメイリオかっこーん。さあ行きましょうか。ルージンググレース。さあ、悲鳴が上がらない。悲鳴上がっていく。さあ、コネキングの方はどうか。よっ、上に行けという指示があるが、みんな無視した。それはどうか。回転ジャンプ、壁キップ。どうだ？フリオが1位に変わっている。あ、うまそうやな、マリオ。動きが早い。このまま折る可能性はどうか。猫パリ！猫パリ、俺が主張します！よし、猫パリ主張！ふっ、ライナーさんは攻撃できますが、さすがに厳しい！急げー、マリオ抜かせるか、ここから。かなり速そうやからな。ゴー！斜め45度でガッツリ行くしかないな、もう。厳しく厳しく。マリオうまい、速いわ。隙がなさすぎる。やばい、あいつうまい。急げ、ライナーで差し込ませ。よいしょー、どうか、間に合ってくれー。ダメだー、クソ。2-3スタート、行きましょうかー。さあ、ルイが2番という形、なんか魚でも飛び跳ねてきそうな勢いだけですが、どうか。魚が飛び跳ねて直撃しないかーやね。直撃しなさそうやね、ステップ的に見て。ステップが関係ないもんな。ってなったら最後の階段の段階勝負になるかもしれない。できたな。うまいことしゃがみジャンプで階段ポコン行くわ。さあ、どうか、階段来い、来た、カッコン、オッケー、予定通り。プリンスベリーボール、プリンスベリーボールスタート。さあ、先入っちゃおうか。もうアイテム取り合いになるの分かってるんだよ。なにこれ、論決戦。そう、出せんじゃん、行ったんじゃん。あ、確定じゃないんか。なんやこれ、倒したのに復活できなかった。なんでや、様子が変やな。ピースイッチがオンオフとか関係ありそう。さあ、次 P スイッチが起動した瞬間やな。ボム兵爆発するよ。さあ、P スイッチどこにあんねん。さっきの P スイッチ2回発動してくるけど、どこで発動させるかわからない。これあれか。ドンケと落とせば発動するのが自動で。これ自動発動。自動発動きた！かけて！フリオ！青！どうだ！急げ！どっかの勝負やぞ！折れちゃう一番手！壁キックスタートしろ！ファインランド！メインランディボースタート。さあ、クリッとなって4番手かな、扱いとして。扱いとして4番手ですね。上から行った方がいいな。クリボー出るから。バックも出ず、みんな速い。なんかすごいすごい、回線もいいし、みんなめちゃくちゃ足速く感じる。さあ、そこで気絶。
どうか、あーっと足も速いだけね、やっぱ。スピード勝負だったらどうしてもね、こういうことあるもんな、気絶っていうのは。つきものですから。収穫キノコつかないタイプ。ほい。さあ、フリオリングがなかなか、あ、サンダージャンプで一気に距離稼ぐわ。距離を稼ぎの時期をプレイに持ち込んで、カキ棒やろ。うわ、マリオ、熱くて、俺落とす気やな。やめていただきたいか。パックン出たらどうする？ほら、やめとけよ。ふっ。うわ、マリオ、やめとけよ。ほらなー、もう、コース舐めたらあかんて。そう、熱かけるのは確かにいいですけど。バウザーボルケーノ。バウザーボルケーノスタート。さあ行きましょうか。アイテムから入るか、入らないか。うわ、よしよし。よしもらおうか。よしやればもういいわ。ルイジ連れてたるわ。ペイ、オッケー行こう。ゴー、あ、気絶してないな、あいつら。やばい。バウザーボルケーノこれ終わる可能性あるもんな、関係なく。ファイヤー。貫通剣で行こう。貫通剣で、お、なんや。飯食いたい。飯食いたいぞ。あーらららららら、飯食って、ペイ、ペイ、ペイ。うわー、危ねえ。これ、これどこやった。これあかんわ。連れてかれへん。権限的に見て。どうか、うわ、最悪や、こんなん。スターティングスクリーン。スターティングスクリーン。スタート、始まるよね、さ。ピンポン。さあ、行く、上から行けるかどうか。さあ、大分もさすがにご存知やんな。存知上げとるって、これ負けた可能性あるな。低めならどうか。そうやんな、思った、俺も。うわはぁ、うわ、おにぎり太郎その手があったかシャンシャーンですやったやったスタートー、うわー、これ絶対必須か、必須とは書いてないね。もう行くしかなくね、もう。いけ、あ、食らういる要素あるってことだ、関係ないってことだよ、これ。ね、普通食らったアウトとかやから。ファイヤー、おー、まあ、これは倒さなあかんやな、とりあえず。ルイジ協力して倒そうぜ。頼むわ。協力の方よろしく。ファイヤー出そう、ファイヤー。まあ、ルイージがそうったファイヤー出えへんねんけど。何が狙い、君。そんなんなるで、バイバイ。こっち道空いてるからね。ちなみに。スターあるし。バイバイ。ゴー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 。まあ、それのために戻りましたね。スター見えてたんで、クッパのファイヤー見えてたから、もしかしてと思ってた。フュージョンレシコ！フュージョンレシコ！スタート、ファイヤー関係ないもんな。そのまま行ったら、即座に行った方がいいよな。ふっ、持ったままの逃げていくわ。で、こっからファイヤー。で、ミスっても大丈夫やな、ファイヤー持ってたら。で、落ちたらおそらく戻ってきてやり直せって言われるんで。そうやんな。カッコン。カッコン。スーパーカッコンでどうか？ジャンピングメンバー。ジャンピングメンバー、ゴリン。最速はドゥル。さあ、待って、来たぞ、OK! 全員来たチャンス！早く終われ、早く終われ！始まれ、始まれ、始まれ！芸人コースや！あかーん、惜しかったな、全員来るぞ、おもろかったのにな。スタートマリオです。行きましょう。最速は誰だですね。おわーっと気絶要素あり。落ち着いていった方がよくね。なかなか青い人とルイージ思い切ってあれ突っ込んだみたいな。うわーやめとこう。あいールイージ気絶。まあそうやんな。誰か P スイッチ押す可能性あるからね。この後気をつけような。だからなんかブロックとかあったら、ブロックに変わったり、コインに変わったりすると思うんで。そこだけしっかり警戒して。子猫早い。子猫早い。どうか。やばい。邪魔じゃドラゴンボール。子猫気絶する可能性あるな。これ気絶やな、おそらく。ゆっくりた方がいいわ。そうやね、ここ気絶のタグがあるからね、あんま焦らなくていいなと思った。オッケー、行きましょう。さあ、これ生締め戦になるんかな。生締めて、あ、で、これでてっぺんゴールなんや。オッケー、オッケー、オッケーは、うぐシャンシャーン。生締めて、シャンシャーン。です。サンダイチ、レッツゴーよし。サンダイチ、レッツゴーよし。スタートー。上からかぶせのもん勝ち。オッケー、上からかぶせたらね、一番上から行ったやつが、よし、取れるんで。届いてくれ。おー、届いた、普通に。で、パックに出てきても、カタンってやるから大丈夫。ほい。そのまま、レッツゴーよし。カタカタカタン。ペローン。ほい。ペローン。ほい。ペローン。よしよ。ほい。無限テース。これ嫌なはずや。あぶね、ナイス、カタン。フリージングとかもう来るかな。はい。ペローンって行くと、大きなやつはでかいぞ。はい。カタンとか、まあ、1の3やからね。そんな別に難しいコースっていう風に聞いてないんで。よし、まいまいまい。いい感じ。よし、さばきがバッチリや。はい。オッケー、ヨッシー持ってる、走れる。強い。ちゃんとレッツゴーヨッシーなんや。ヨッシーがないとクリアできんわ。オッケー、つくづくおっぱっぴーさ。ベロ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 。キャッスルテップパス。キャッスルテップパス。スタートー。さあ行きましょうか。なんか乗り物捨てか。フリをずれている。パック出んのかな。出ないでね。アイテムもらうよ。ルイ気絶。あっと、プリプリしようか。で、畑落とすとかで、先行くわ。危ない。今の子猫に前に出られたら多分負けやで、これ。そんな難しいコースちゃうからね。ファイヤー。行きましょう。カツラギ大丈夫やんな。カツラギ大丈夫、大丈夫。さあ、何が出るか？マグマが見えてる。中間無償降臨からボス戦のようにも感じられるんですが。
あんまり関係、鍵関係ない説もあるな、これ。もしかして鍵取って帰ってくるか。鍵関係ないわ。子猫大丈夫か。子猫まさか鍵で待つんか。蹴り直し来い。あー、ちゃんとやるんや、そこは。ふっ。オープン。あの鍵関係ないよな。入っていきましょう。オッケー。シカ。シカですね、スタートー。さあ、おっと、危ないって勢い。うわー、重力2倍になったよ。しゃがみジャンプしたら。さあ、マリオ、帰ってきたぞ。なんでなんか、行かれへんねや。サンダージャンプか。なんか、頭上がりでいけた。ごめん、マリオ。なにこれ。おかしくない？これ、制作上隠しゴールド見て間違いないでしょうね。多分、誰も気づかへんわ、これ。おっと、誰も気づいてない。バイバーイ。絶対こっちや。ほら、来たー。やったー。間違いなく制作上隠しゴール。マリオ来た、マリオ来た。違和感に感じたよね。おっしゃー。俺としては、めちゃめちゃ嬉しい。あ、ね。全自動。スーパー全自動ですね。カツラギターが、おっと、勝ったんちゃうか。俺が早いやろ。いけ。あとはもう、放置で勝てるはず。いけ。マリオより早いやろ、俺。よし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 、行ってくれ。俺、プロコンフリーなんでね。もう何も押さへんよ。こういうのは、目つぶっといた方がいいって言われてるんで。もう、目つぶっときます。あとはもう、ゴールさん言うてね。俺、目つぶってます、今ね。さあ、ゴール言うてね。あ、もうゴールしてる？あ、ゴールしてる。よし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 。一路にミニフォーゴー。コイン30枚すべて取ってくれるゴール。スタートー。さあ、行きましょう。さあ、すでにもうかなり集まってんぞ。やばい。あ、よかったか、残った残った。コイン残さなあかんからね、さすがに。ふっ、危ねえ。で、釣れる。うわぁ、もう、なんで、子猫取ったん？それはもう、八百長やぞ！いろんな甲羅。いろんな甲羅、シェルケーブ行きましょうか。どのような甲羅なんでしょうか。まあ、緑の子、あ、これか、懐かしい！これなんか、途中でヘルメット出んのやったっけな。何やったっけな。ちょっと忘れたけど、なんか甲羅動かさなあかんね、結局。ヘルメットじゃない！最悪や、もう、過去の記憶一回消し去ろうか。おい、これ、俺どこ今？何これ？なんかゲームやってんねんけど。何これ？何のゲーム？これ。うわーなんか、飛んできた！何これ？なんか、赤い人と、緑の人とかおるけどな。なんかこの人右に行こうとしてるな。俺は右行った方がいいんちゃう？俺なんか。俺は右行っていい？あ、右行って右行く！やっぱりそうや！何このゲーム？すごい！面白そう！あ、右に、あ、緑の人さ、右に行ってない？ほら。これなんか、なるんちゃん。あ、ここなんかほら、下に亀おるで、赤い亀。あ、なんか、ぴょこぴょこできんねや、これ。あ、ぴょこぴょこしてくれてる緑の人。ほんで？これなんか、連動してるな。これ多分蹴るんやわ、これ。これ、右に亀蹴って、あ、跳ね返ってきた、跳ね返ってきた。これをね、だからオンオフをこう変えていくんちゃう、このスイッチあるやろ。ほんなら、ほら、出たわ。オープン戦ちゃん。行こう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 。で、こっからなんか、旗とかあるぞ。ジュラシック滝沢とかおるよ。急いでは良さそうやね。ヘルメット取る暇ないわ、これ。やばいやばい、これピンクの服行ってまうぞ。やばい、危ない絶対当たったらあかんやつやんな、ヘルメット被ってみよう。お、これでどう？どういうこと？何のゲームこれ。いけ！勝ちとかあんのかな？勝ちたい勝ちたい！あ！なにこれ？トゥイッチや！トゥイッチじゃん、あれ。あれ押したら右の扉開くんじゃん。開け！開いてくれ！開かへん開かへん開かへん。来た！なんか来た！行こう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 ！どうなるどうなるどうなる、どうだー、おー、何これ、なんか鳴った、これで1位にゴールしたら勝つとかいうゲームちゃん。ゴールした、これで勝ち。マリオカスタム、マリオカスタム行きましょうか。かき取り戦、かき取り戦になりそうか。スタート、危ない、オッケー、クリボーください、クリボー。うっ、キノコだって頭上がりで上から出しするわ。出しせえんだよ、みんな。上から出しするっていう手もあんねんね、俺一応な。まあ、普通に行きますけど。うわ、なんやこれ、いっぱい来たぞ。それこれが危ないぞ。早くその、死んだらしてたら、ハンマーフロスいっぱい撃ってきた、なんか知らんけど。ビッグキノコいる？いらんよな、別に。関係ないと思うんで。よし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 。スイッチオンザスイッチ、スイッチオンザスイッチ、カコーン。何が出る？バルーンとかやったら、もうそこおるやん。バルーンちゃうな。バレッパリや。頭割りいけってことや。早く、青で行くぞ。チンタしてる場合か。ルイどっか、ルイはどっかの実況プレイ。早く行こう。なんでこんなところにやりがわなあかんの、俺ら。早く行かないと。チンタしてる場合ちゃうやろ。ふ、行きましょう。さあ、なんや、マンタバリ、ゲニ魂か。うわー、多分そこ開けるんやと思うねんな、これ。早く開けて。あ、なんで開けへんの、あいつ。うわー、俺のマントだけ。最悪やな、あいつ。
じゃあもう、一旦こっちで気絶しとくか。このマントでめくってさ、勝ちなんじゃないかな、普通に。青い人どこ行ったん？青い人ルール間違えてそうや、普通に。このゲームのルール自体が間違えてそう。なんか早くゴールした方が勝ちっていうこと自体分かってなさそうやもんな。行きましょう。ここだってめくれるくない？マントで。これでゴールなんちゃうん？どう？ほら。これでゴールやったらどないする？ほら。ほんまにゴールなんかい。プラントン！プラントン行きましょうか。スタート。さあ、靴、危ないよって言われているものですからね。やっぱ靴っていうのは、通常非常に危険。栗棒入ってるからねっていう風に言われてるんでね。さあ、マリオどうか？やばい。このまま逃げられるなんてことは許さん。この速度行きますわ。俺もディカンズ使えるから、あんまり考えないで行くわ。なにこれ？かぶりつけ！オッケー、惜しい！今のかぶりつけて欲しかったな。スイッチ押しましょう。オープン戦持ち込むよ。ゴール来い。冠中か。うわあ、しかもこれ、抜け、まあ、逆に帰って抜けてよかったから、なんか、靴ってね、ジャンプ入らんときあるからね、すべて。で、ぽよ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 常に跳ね取るんで、靴っていう人物は。もう一回取るわ。靴取って、これ跳ねれるもんね。クリボーがこうやってパタパタ飛んどったから、よし、跳ねつきで。強いよ。トントントンってなってるからさ、怖いよな、これ。はい。で、これで入れば、おそらくどうか。オッケー、ゴールになりますね。パタパタパタになるか、ゴリン。アナザーエニシングアフタヌーン、アナザーエニシングアフタヌーンズ、格好をスタートしました。最後争いですが、回転で一気に2番手浮上していくか、フリをずれるかどうかやな。ここは圧かけていくけどね。一応とにかく右入力で圧かけて、よし、ちょっと一瞬ひるんだな。クリボーいっぱい来たから、中間向きにならないタイプ。着順が入れ替わりながらという戦い。クリボー刺さりそう。おらへん、よかった。たまにね、この着陸地点にクリボー予約してるみたいなコースもあるからな。パタパタかわして、んー、ちょっと減速で悲しいようになるかな。はい、カチャコンおめでとうございます。オッケー、いいよ。デフォルトコース、デフォルト配置やもんな、ハンマーブロスって。上の段におったら真ん中の段もおるみたいな。だからそれやから今読めたな、完全に。だから子猫を食わせて、俺は大丈夫やなと思いながら走ってましたんで。完全に予定通り。フリオ来た。なんじゃこいつ。なんじゃこいつ、強っ。さあ、難所。マリオもう一回組んで。今度はかわそうな、俺たち。青い人行ってもてるからな。今の青い人タイミング良かったよな、完全に。俺たちはもう、ちょうどパタパタもアウトやったもん。アンダーグラウンドピベイ、アンダーグラウンドパイプ、スタート。さあ行きましょうか。出ましたね、クリボーで気絶しそうな予感。よし、あ、よかった。で、パックン寝るよな。パックン注意しつつ、クリボー足場で、パックンめちゃめちゃ警戒しながらの立ち回り行くわ。ほい。横パックンも警戒して、上パックンも一回今来そうと思ったから、左入力したよ。こういうコースやっぱ警戒すべきお得なんで、やばい！フリはやめとけ！よし、ナイス！チンタラチンタラしろ。どうする？アイテム取る？アイテム取り出そうな顔してんな。じゃあ、なしでいくわ。俺、それ、まあ、取ろうかなと思って失敗したから。オッケー、こっちにもあったよ、マリオ。これ買ったんじゃ？俺、ファイヤー状態やで。お、マリオ連れてったわ、そのまま。あ、協力しました、言うてんな。ゴリン。マリオ復帰？フィジュールメドウ！フィジュールメドウ、スタートー。さあ、BGM がティッポーパーンという BGM になってるんですが、マリオずれ、もう、そうやな、これずれるもんな、結局な。難しいこと、ほら。順番に、おーっと、青い人今よう耐えたな。一瞬迷ったから、その迷いでね、もう気絶かなと思ったんですけど。なかなかやるな。で、こっから、入っていきましょう。さあ、中間取るか。さすがに取るかな。取ってブロックしに行ったらいいもんな。最強炭治郎くんや。はい。炭治郎ブロッキングから入っていきましょう。フリーボー。ほい。で、こっから登っていって、ジャンピングボンビボーで行きますわ。ギリギリジャンプ届いたね。中間取ろう。クリボー、危ないよ、青い人。クリボー直撃すんで、おお、よう耐えたな、今のな。で、しっかりと、中間アイテムまで取ってくる可能性あるな、青い人。多分、俺が先頭で行ったらもう、ね、負けっての分かってるはずやから、アイテム絶対取ってくるよな。はい。で、俺はその分、慎重に行けるから、熱けろなし、オッケー。バウザージュニアのホテル。さあ、バウザージュニアホテル、取った方がいいかな、さすがに。釣り合い行くわ。釣り合って取っていく。難しいで、マリオ。これ、さすがになしきついよな。なんや、これ。ん？あ、なんか入ってきよったぞ、あいつ。鍵いっぱいいんのかな？入ってみようか。こっちが正解かもしれんね。うわー、なんかランダムに開け取る。そんなあかんやろ、さすがに。裏面で鍵使うやつがおるかよ。貴重な一個の鍵をよ。絶対表面のさ、端っことかにしようや、そんな。面白いやつおるな、ほんま。制作で隠しゴールとかないか？なさそうやね。鍵、あ、鍵なしやわ。青い人の鍵の1個でも積んだやん。さあ、みんなでやり直しですね。さすがに青い人鍵適当に使いすぎたんでね。
積みました、普通に。急いではいいな、これ。うわー、また青い人に適当に使われちゃうな。これやばい。マリオ行ったな。マリオ持って帰ってこいよ、絶対。それだけは言うといたら、持って帰ってこい。裏目で開けるような真似はすんなよ。マリオ帰ってこい。せめてこの一番右とかね。そう、こういう一番右で使うとかやったらまだマシやわ。こことかやったら、あー、外れた。まだマシ。じゃあ、多分左が当たりになったな、これで、確定で。待てよ、2、4、6、8や、全部外れや、これ、鍵。今気づいた。鍵全部外れ、これ。完全に気づいたぞ。なぜならね、このゲーム、鍵のね、設置できる個数決まってて、8個までやから無理や。だからこの裏面に当たりがあるわ、マリオ。これ、裏面に当たりがあるって、マリオ。あかん、気づいてない奴がおるから、俺から開けたるわ。ここで絶対使った方がいいで。あかんで、マリオ。あかんで、そう、ここで、この一番左とかでいいんじゃないかな。ほら、当たった。もう、目すりすぎない、あまりにも。推理が、えぐい。鍵の数っていうところで、ほら、来た。表面に当たりはない。それに気づいた。名探偵。俺しか気づいていなかった、参加者の中で。つけお。つけおですね。スタートは何のことでしょうか。つけお？ファイヤー取れないよな。ってことはもうこれで終わりってこと？つけて終わりってことか。だからつけおなんか行くぞ。7歳。7歳のコース。ねね。スタート、行きましょう。パーンと行っといて、やばい。これは立ち遅れたかのうせいが出てきた。でも土管が正解じゃないかな、多分。ここやろ。行きましょう。さあ、ね、積んではない、積んではない、積んではない。ほい。ここやろ。おっしゃー絶対そうやろ。素直なコースだと思うね。7歳が作ってくれてるんでね。行きましょう。どうか？ 7 歳の気持ちわかるよ、俺は。行け、上からどっちに来るからね。プレゼント。オッケーゴリン。どこでいぼう？さあ、どこでいぼう？まあ、上かな、さすがに。スタート、上が狙い目。まあ、でも逆に下行ってみる？びっくりみたいな。逆に下が当たる可能性もあるもんな。うまいこと。上が当たりやろと見せかけて下からゴール直通みたいな。その可能性。ていうかまあ、みんな3人と上行ったから、俺がこのタク通すしかないんでね。頼む、当たってくれ！願うしかない！ただ当たりっぽいよな、なんか。ここでなんか、卑劣やないっていうのはさ、ちょうど当たってる感じがする。当たれ！どうか！時間との勝負かな。当たってるよな。どっちも当たり、どっちも当たりだよ、まずい！どっちも当たり、スピード勝負！オッケー！ってことはあいつらも来んのかな？どうか？諦めんなよ、あいつら！晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なねー！晩飯、諦めなかったね。ナイスナイス。ヨッシーの住む洞窟。ヨッシーの住む洞窟。スタートは住むとは言うてるけど、まあ、別にヨッシー出るとか言うてへんもんな。普通の通常コースで洞窟に入っていくかな。入ってきそうです。行きましょう。あと、ヨッシーの声がしたな。声の演出のみやね。姿なし、ヨッシーの。さ、ヨッシー、ここら辺住んでそうやけどな。アイテムの中に。ただ、我々、みんなでバトルなんで、急がないとわかんのでね。ヨッシー取ってる暇はない。あーって、カスライダー！カスライダーな、今な。下からガルーンいたね。ヨッシー住んでないね。はい。どっかでヨッシー住んでる？住んでなさそうやね。全然もう全く、イルスでしたね、普通に。訪ねておらへんかったわ。はい。出て言うだな。で、上から走り込んでいったら、どうなるのかな？よし！あ、出た！住んでた！ついに会えたな。50コイン、ありがとう。よしのおかげで50コイン取れましたね。で、降りていきました。下にいるのがじゃあ早かったんや。はい。これでゴールかな？ファイヤー。あ、またや。気にしないで言うてんな。オッケー。金星でゴールする。あ、来た！これ強い。ヨッシー持ってるから、ファイヤーで貫通で鍵取れんじゃん。さあ行きましょう、ファイヤー。オッケー、ファイヤーで貫通で鍵取れたわ。本来なんか甲羅使ってね、やるやつなんですけど。赤ヨッシーが強すぎた。ナイスー。オッケー、オッケー、オッケーは、ウキウキシャンシャーン。ご視聴ありがとう、シャンシャーン。ベスト。